マジか、マジか。いや俺もなんかさ、生乳ソフトクリームって言ってなんか結構エロいこと言ってね、俺今と思って。やば、生乳はやばいでしょ。気づかんかった。なんかさ書いてあるから読もうと思ったんだけど、生乳ってエロいよなと思ってさ、マジで気づかんかった。マジっすか。ちょっと待って、鍵鍵鍵。買ってきました。あら美味しそう。暑い、ちょっと窓開けろ、暑い。いただきます。あ、うまい。あ、生乳だこれ。なんかね、普通のソフトクリームとちょっと違う。なんか、なんていうの、甘さが甘いんだよ。甘いんだけど、なんかよくありがちな、なんかただちょっと甘さが甘いだけじゃないんだよね。なんて違う、なんて言ったらいいんだろうなんかね、透明感があるんだけど甘いみたいな。普通のソフトクリームってまあただ甘いみたいな感じやん。これなんかね、甘さもあるんだけど、甘さがめちゃくちゃ甘いわけでもない。なんか甘さがちょっとだけ、ちょっとだけ気持ち、ちょっとオーソドックスなやつより控えめで、ちょっとなんかみずみずしさというか透明感がある味に。あ、これ美味しい。あ、これめっちゃうまいわ。ちょっと牛乳感がある。やっぱ生乳なだけにちょっと牛乳感もある。あ、うまこれ。うん、普通のソフトクリームなんか牛乳感があるわ。あ、うまっ。めっちゃうまいこれ。うん、あ、風船どうも。立川の父は知らんよ。立川の父は知らんよ。あの人も本当行き恥だよね、マジで。インターネットでさ、インターネットでおっぱい自分から探すアホいないでしょ、なかなか。うん。まあ、はっきり言うけど、インターネットで、ね、インターネットで、無料のところでおっぱいされたって基本アホだからね。そんなアホいないでしょ、マジで。なかなかいないよ。いや、たまに飛んで、世の中さ、とんでもないアホっているから。ほんと、オレオレ詐欺に騙されるようなアホレベルで、あんなの、ほんとに。女としての価値下げすぎだろ。うん。まだ AV とかだったらまだお金もらってさ、一応仕事としてやってるわけじゃん。あんなさ、みんなが趣味で見てる中でさ、おっぱいバーって出して、あれな、女の、自分の女の価値下げて、何の得にもなんない。なんなの、何がしたいんだろう、マジで。うん。やばない、あれマジで。俺詐欺に騙されるぐらいのバカで、あれマジで。あ、風船どうも。うん。お前も洗脳された。
みどりさんはまだ付き合ってんのかね。まだ付き合ってんの、みどりさんは。まだ多分付き合ってんじゃないの知らんけど。なんかあの人って顔がちょっとクレアパトラみたいじゃない。なんかクレアパトラとかツタンカーメン系だよね。なんかなんていうの、彫りが深いっていうか、なんか日本人っぽくないよね、あの顔。クレオパトラ、クレオパトラとかツタンカーメンみたいな。なんていうの、なんかあっち系じゃないの。あ、風船どうも。メデューサ、メデューサ。あー、メデューサ。大根さんはあの治療の神ディアンケトンに似てたからな。大根さんまで治療の神ディアンケトンにめっちゃ似てたよ。遊戯王の話だね。遊戯王なんだけど、遊戯王以外のアニメは見ないんですか。いや普通に見るよ。遊白とドラゴンボールが大好き。最近のアニメ全然見てないね。ハンカーハンカーの向かここが。スラムダンクも別にそこまで好きじゃなかったし、別にそもそもバスケット自体そんな好きじゃないから。